ちは、こんばんは。ゲーム動画の一行です。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビッター始めていきたいと思います。つくばだがま5位か。初めて本当の強敵が出てきましたね。昨年2位です。レベルが違う。これは本当に初めての強敵。昨年も何度も勝ち負けしながら戦ってきた相手です。行きましょう。しっかり勝ちましょう。行きましょう。互角ですね。まあ相手の敵地ではありますが、こちらの方がやや勝率上回っていない。昨年の順位でしょうか。大丈夫か。もう怪我してるかもしれないですね。先制点生まれた。早い。完全に裏を取れました。あった。強いチームです。一応能力を少しずつ上げてはきてるんですけどね。あ、これはアンラッキーだ。早い。相手のスローインになりました。でもこれは仕方ないでしょう。ノーハンド。相手ボールのミナルとか展開したい。チャンス。さあボールがどんどん動いていきます。ミア。切ったよね。うまい。すごい。うまいが。あっと、助かりました。これを自分がやってはいけません。なるべくボールをキープすることが大事。さあ、そんなことしているうちにピンチ。さあ、こちらボールの切り。ゴールキック。そう、ゴールキックだ。今の危なかった。完全に押されております。さあチャンスあるんだろうか。どんどん捉えちゃうんですよ。当たりの強さもすごい。さあもう1分、ほとんど時間はない。
出てるな。指揮を取れないと話になりません。相手ボールをす、こちらボールをすごいんです。一点返したい。早くファウルですね。これは相手の1、2イエローカード。ルミ、本当中途半端だ。ボールを取られてしまいます。クルミを苦しんでいる。怪我は心配です。いい縦パス通りませんでしたが、高く使い切ってるぞ。懸命のクリア。もう20分もない。なんとここで反撃したい。縦パス決まった。クルミ同点。ワンチャンスをクルミしっかり生かしました。萌衣のロングパス、そうクルミがしっかり決めました。1対1同点です。さあこの1点を無駄にはしたくない。そして反撃の反撃をきっかけしたい。ちょっと遅い反応が人気。クルミ、ダメでした。時間あとわずか。すぐ前に出られてますね。もう時間がない。1分アディショナルタイム終わりかな。これでシャイン終了です。1対1を同点、引き分けに終わりました。いきなり点を取られてしまいます。か、そう、この時緑が取れていました。32分、このワンチャンスをクルミがいたしました。そしてそのまま試合終了、1対1の同点です。シュートホスト相手が圧倒してて、本当にワンチャンス生かした感じですかね。2位です。首位は2バステ大阪、4連勝だからな。唯一相手は今す大阪は。取ればもう
ジオモレッツ。昨年7位の地位だが、地位が本当に多い。まだ一勝も挙げていません。出ますね。現在も本当 A が増えてきました。はい、ということで、筑波田川という感じです。アジアチャレンジ投票まもなく始まります。ここにしっかり勝って、まして大阪戦ですね。強敵ですが、しっかり勝っていければと思います。よければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。カルチョビットアーのプレイリストの説明欄にございますので、こちらもご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこう。